GGG バブルビーミニのこれ食えますか。これ食えますか。はい、はい、第87回、うん、87、花々しく参りましょう。花々しく参りましょう、うん、はい、ね、もう87回やっちゃいましたか。やっちゃいましたね。長いな、結構やってるな、うんうん、アマちゃんが始まる前からやってますからね。アマちゃんが当たり前だよ。そうそう、何年前からやってるんだろう、うん、そう、アマちゃんといえば、アマちゃんではね、ちょっと面白いことがありまして、うん、あの僕何ヶ月か前に5月の頭ぐらいかなですね、アマちゃんが始まって、うん、俺も見出して、うん、あ、面白いなと思って、うん、曲はすごい良かったから、うん、リミックスしてみようと思って、うん、オープニングの曲をリミックスして、うん、リミックスはカバーですね、カバーですね、うん、耳コピーで一から打ち直してそれを YouTube に上げてみたんですよ、うん、そしたらまあ、あのアマちゃんのファンの人とかが、うん、あ、これ面白い、乗れる踊れるみたいな感じで、うん、わーっと盛り上がってきて、うん、まあ、まあ、それでリリースすることもなく、うん、楽しんでたんですけど、うん、そしたら、7月ぐらいにですね、うん、なんと岩手県のアマちゃんのロケ地っていうか舞台は岩手県の久慈っていうところ、はい、うん、海沿いの久慈、ここですね、はい、うん、久慈の、アマクラブに入ってる女子高生からですね、まさにアマちゃんじゃないですか、まさにアマちゃん、リアルアマちゃんから、うん、24時間テレビのダンス甲子園に、うん、エントリーしますので、うん、アマちゃんのリミックス使いたいんですけどいいですかって来て、おマジで本家アマちゃんか、うん、あ、いいよいいよ使ってって言って、うんうん、ありがとうございますみたいな感じで、うん、じゃあ頑張ってねって言って、うん、もうすげえ面白いことがあるなと思って、うん、で、その彼女らが、うん、まあ、今日収録してるのが8月5日なんで、うん、まだちょっと、まあ、配信日のだいぶ前なんですけど、うん、この前メールでね、うん、連絡が来て、うん、一時オーディション受かりました。ほら、うん、すごいね。だから俺の何時まであんの。2時まであんすよ。2時まで、うん、1時は2時をクリアすればテレビに出る、テレビに出れる、うん、でもなんか去年とかはテレ1300何組応募があって、うん、武道館で出たのは6組みたいな、うん、ああそんな厳しいんだ。そんな厳しいんですよ。でそれの1時がビデオオーディションでそれ通ったと、うん、で2時は実際になんか踊るのかな、うん、っていうことをやるらしいんですけど、うん、で一時通りましたが、うん、なんかその通ってになんかその曲が、うん、俺のリミックスって別にリリースもしてないし、うん、アンオフィシャルなものなんですよ。非公式のものですから、非公式なもの勝手に作ったものですから、ね、うん、でなんか、うん、その曲は変えてもらえないかなみたいなリクエストがあったらしくて、まあ、NHK ですからね、うんうん、なんかね、せっかくその9時から来て、うん、おそらくその天のあの、うん、かすり反転なあれをね、うん、衣装でやるんでしょうけど、うんうん、なんかね、せっかくなのにあの曲使えないってなんか、まあ、タケ君の番組ですからね、やっぱり、うん、タケ君なのか、なんか理由はまあよく分かんないんだけど、日本テレビですか、24時間テレビ、日テレですよね、うん、日テレ的にはやっぱりちょっと NHK の曲が使いづらいとか、うん、そういう権利関係があるんじゃないですか、あんのかね、まあ、そもそも NHK の曲じゃないっていう、ないけど理由は分かんないんだけど、うん、なんかどう 残念だなと思ってるんだけど、うん、彼女らはまあしょうがない、別の曲でやりますよ、うん、で曲はなんか地元のイベントとかで、うん、なんかダンスする機会とかもあるから、うん、その時とかにまたやらせてもらいますって言っていて、うん、まあ、ぜひ生で見たいですよね、うん、アマちゃんがやってる間に9時に行って生で見たいし、うん、9時でしたらあれですか、気仙沼とか遠いですか、うん、気仙沼近いですよ。近いですか、うん、まあ近いって言っても150キロぐらい離れてる。まあそこそこですね、うん、三陸鉄道でずっと海岸沿いは気仙沼なんで、なかなか彼女たちにこううん、横丁ライジングまで来ていただいて踊るという踊っていただもらうっていうのは難しいですかね。なかなか難しいかもしれないけど、うん、でも見たいよね。見たいですね。見たいな、うんうん、まあ彼女たちこの番組聞いてるかどうか分かりませんけども、分かりませんけども一回言ってみようかな。ステージはあるぞという、ステージはあるぞと、うん、気仙沼でステージはあるぞと、うん、ちょっと言ってみようかなと思ってますよ。で、うん、これが放送配信している時が、うん、8月のお盆過ぎですよね。これお盆過ぎですな。お盆過ぎっていうことは24時間テレビは19日ですか。19ですよ、うん、で24時間テレビはおそらく今週末とか、うん、それぐらいなんで、うん、森さん中の大島さんが走ってるですね、はい、走ってる、うん、その二次予選が受かったかどうかはもう分かってるんだけど、うん、でまあ落ちてればまあ出てこないし、うんうん、その俺のアマチュアの曲使うも何も話もなくなっちゃうんだけど、うん、受かってればね、うん、受かってたりとしたら見れるかもしれないし、うん、うん、これちょっと、まあ、向かってても落ちてても、うん、ステージはまた
もう一つ、うん、残されているという残されてるっていうことですけど、うん、150キロ移動できればね移動できればね半日かかるよな。かかるかかるかかる、すげえかかるよ電車で。めちゃめちゃ遠いよ。チーム何人ぐらいなんだろうねあれは。ねえ何人だろうね。20人ぐらいかな。そんなにないと思うけど、ね、10人ぐらい、なんか数人じゃない。あそうだろ、5、6人、うん、5、6人だと思いますよ。5、6人だったらじゃあちょっと、うん、まあ小旅行ぐらいの気分で、そうね、なんか親御さんに車運転してもらって乗せていくとかでもいいと思うんですけど、うん、まあ、まあ、横丁ライジング遊び来たら楽しいですからね、うん、いろんなアーティストもいますし、アマちゃんが9月末で終わってしまうのでね、うんうん、その前までに見たいなというのは、うん、まあ、終わっちゃったらもうね、アマちゃんってなんだっけってなっちゃいますからなっちゃいますよ本当に、そんなことが、うん、そんなことがありました。なかなか面白いですね。そういうリミックスとかカバーを、うん、あのネットにアップしてると、うん、全然関係ないところから、うん、そういうつながりができていくっていうのはなかなかね、まあ、音楽というのは人の輪を広げますから、うん、めったにない感じの機会でしたね、うん、なんか微笑ましい話ですね。微笑ましい、うんうん、これはね、これくえらしからこれくえらしからの、うん、これ炎上さんいたら、うん、いいじゃないですか女子高生とかなりますよ。あ、なりますよ。下水方向にいますよね、はい、まあそうじゃない、下水方向に行かずこれ微笑ましいまま純粋な、うん、そのねダンスに50女子高生、青春です。そう、青春でございます、うん、はい、ということで、そんなわけで、うん、8月87回目、はい、87回目はこれ超えますか、今週のゲスト、微笑ましいゲストが、微笑ましいゲスト、微笑ましいゲストが来てくれました。ゲスじゃないゲストが、ゲスじゃないゲストが、微笑ましいトークを今日はやっていこうかなやっていこうかなと思ってますけども、はい、はい、どうしましょう、自己紹介でいいですかね。はい、じゃあ自己紹介の お願いいたします。みてんさん、バブさん、シワスの風がまだ吹いてないんですけれども私来ちゃいました。 DJ シャープネルのジアでございます。よろしくお願いします。はい、ですね、今回、これ食えますかに、ゲストで、呼んでいただきました、DJ シャープネルのジアと申します。今回はですね、バブルさんの、新しい新調、本店巡礼、こちらをですね、持参いたしましてですね、この本がまた素晴らしい。まず最初の方がですね、まあ、帯からこれ帯がオレンジ色ですよ。オレンジ色美味しそう店舗に宿る燃える魂、うまい気がする、いつものメニュー、涙涙の創業秘話。こう見ていただきたいのはですね、下に書いてあるこの、店舗名、吉野家、マクドナルド、ココイチ、その他あってですね、最後アンドモアって書いてあるんですね。これ僕アンドモアなんてクラブフライヤー以外で見たことないですよこれはい、ということで、今日はですね、年末と間違えてきた、DJ シャープのジアが、はい、ゲストということで、はい、そんなわけで、そんなわけで DJ シャープのジアさんが、はい、いつものノリでやってます、よろしくお願いします。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 クリス・ペプラーではありませんか。よろしくお願いします。全然クリス・ペプラーじゃなかったよ。あ、違います。全然違うよ。違いますか、ね、全然クリス感なかったけど、ね、全くなかったけどね。クーぐらい言ってないですか、ね、クーぐらい、あ、だいぶ意識したんですけど、クリス・松村感、クリス・松村ね、はい、そっちね、はい、ということで、はい、ということで、いつも年末の年末の風物詩として皆さん来ていただいたんですけど、なんでこんな真夏の暑い盛りに、暑い盛りにね、もう緊急来日でございます。本当に、うん、家を出たくなくて仕方がない私が、本当に、なぜ、ずっと家でアニメを見ていたい、アニメを見て、ゲームをしていたい、カンコレをしていたい、私会社以外の時間は全部俺の自由です。違う、皆さんがなぜ今日は来たかと、見ますと、そう、ですね、9月15日にですね、オタクスピードバイブリローデッドというイベントをですね、オタクスピードバイブリローデッド、はい、開催させていただくということで、はい、今日はですね、これくえオタスピスペシャルというスペシャルですよ、お送りさせていただければなと。オタスピとは何なのかという、そうですね、番組ジャック、はい、番組ジャックですね、今回はですね、司会にバブル B さんとミディさんをお迎えしてお送りしたいと思います。司会は司会ですね司会はどっちが司会でどっちが放送か分からない、司会です混乱してたの、番組ジャックじゃなくて番組ジャックですね、これはね、ジャックすんなら司会はジアさんになりますよ、もう私はゲスト一日司会、はい、はい、はい、ということで、はい、よろしくお願いします。オタクスピードバイブリローデッドって名前ですけども、これ何ですか。そうですね、こちらの、オタクスピードバイブというイベントはですね、はい、今回リローデッドと、名付けてやらせていただいてるんですけれども、実はですね、2002年に、オタクスピードバイブというイベントをやらせていただいてまして、はい、これがですね、伝説の、クラブ
恵比寿ミルクミルク、ね、本当にもう恵比寿ミルクも超いい箱で、すごいいい箱だったんですけど、ね、近隣住民のね、あの苦情がですね押し寄せますですね、あのもう最後の方ではですね、サブウーハーを切ってしまってね、ドラムベースの上だけ流れてる、ガチャ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 おかしなことになって、最終的にはまあ店を畳んでしまいましたけど、大変いい箱でした。いい箱でしたね。どうも、まあ、そこでやらせていただいてたオタクスピードバイブというイベントの、今回10年を経て、ついに復活と、まあ、今回復活ということで、オタクスピードバイブリローデッドというイベントをやらせていただきますんで、マトリックスリローデッドみたいな、はい、あのリローデッドですね。そうですね、今流行りの今流行りのねリローデッドみたいな、ね、今流行ってますよ、マトリックスっていうと ね、 そうですね、キアノリーブスもう今が旬ですよ、一緒はゼロとかいっぱい落ちてる緑色の画面で、ね、最近の映画ですよ、あれはバカバカバカってやつ、ね、そう今年公開でした、今年公開でした、マトリックス大人気ですけどね、あの倒れそうになって弾をよける、僕びっくりしちゃいましたよ、どうやって撮ってるんだろうと思って、びっくりですよ、本当に、ね、キックしてるとき止まってる、ね、周りぐわーってなって、うわすごいなとかって思って、ね、ね、そうした撮られるらしいですよ、ハリウッドです、ハリウッド、いやすごい、あれハリウッドなんですか、ハリウッドすごいすごいですよ、いやハリウッドすごいっすね、お金かかってますもん、デジタルハリウッドですよ、あれは100万くらいデジタルハリウッドだったんですか、やっぱ学生がいっぱい作ってるんですかね、あれ作ってるんですよ、さすがにね、デジタルビスケットです、デジタルビスケット、デジタルビスケットです、デジタルビスケットです、すごいですよ、お金かかってますよ、コピーいっぱい取らなきゃいけないですね、キアヌ・リーブスギャラいくらぐらいなんですかね、ちょっとしたらね、多分20万ぐらいもらえちゃうんですかね、すごいですよ、すごいですよ、一回映画見てたら月給分ということで、まあなんでマトリックスの話リローデとかね、リローデと、はい、タクスピードバイブですね、はい、まあ、当時はですね、はい、シャープネルさんと、うん、そうですね、そして日本国民、国民僕が在籍、ミディさんとしていた、そうなんですよ、ね、まあ同時サークルがございます、そうなんですよ、ミディさん、はい、日本国民のことって詳しく話していいのかなあ、いえ、全然いいの、まあ、ぜひぜひ、今コスパという会社がございまして、皆さんご存知かと思いますけども、そこの、和田さんという方がやられていた、うん、ね、まあ、和田夫妻ですね、和田夫妻ですがやられていた、同人グッズサークルなんかな、まあ音もやってましたけどね、もともとはね、途中で音も CD もやり始めて、でまあいろんな方が、音楽を出していたんですけども、はい、僕も、割と後期の方ですかね、あ、そうですかね、中期から後期にかけて、ミニもソロアルバムを出していただいたりとか、コンピに参加したりとか、まあ、一応メインメンバーとして、はい、活動させていただいたんですけども、はい、オタスピが終わったあたりかな、にまあ一応解散という、あ、そうですね、そうですね、時期的にはそんな感じでしたかね、でまあオタクスピードバイブというイベント、まあ再開発とかもいらっしゃいましたね、はい、ました、当時いろんな、まあ、当時の、まあ、ナードコアという名前があったっけ、あの頃、いや、あれはですね、もう2002年なんで、あらかたナードコアもう終わって、まあ、終わってはないんですけど、落ち着いた頃かな、落ち着いた頃ですよね、まあ、そうですね、ナードコアから J コアの間の空白期みたいな、ぐらいの、そうですね、で当時はですね、やっぱりそのオタク系のイベントと、そのクラブイベントっていうのはなかなかちょっと敷居がね、敷居が、ってか、まあなんつうんだろう、まあ差別化されていたというか、別々だったんですけども、当時だから今でこそそのアニクラみたいな形でたくさんイベントやってますけれども、おしゃれなオタイベントもいっぱいありますけども、そうです、当時やっぱアニソンダンパとクラブイベントっていうのは全然、まあ 別, のね、別のものだったんですよね、なかなか交わらないものだったんですが、ですね、はい、まあ何ですか、ファッション、ファッショナブルな、スタイリッシュなオタイベというのの、ね、走りとしてオタックスピードバイブというのがございまして、当時300人ぐらい入ってましたね、そうですね、もうすごいですね、はい、かなり入ってましたね、パンパンで、あのところで、はい、そのスタイリッシュなオタイベの走りであった、オタックスピードバイブなんですけども、そうですね、まあ、第1回は、まあ、2002年3月にやらせていただいたんですけれども、はい、まあ、その時はゲストにスピードフリークですね、はい、スピードフリーク、はい、スピードフリーク出ていただきまして、まあ、それまでにそのスピードフリーク、ね、行きましたよ、その回、あ、そうです、行ってましたよ、そうですね、そうですよね、本当にね、スピードフリーさんと挨拶しましたよ、で僕がですね、やっぱりものすごくやっぱ影響を受けたのはスピードフリークで、スピードフリーク、まあ、サウンドもそうですし、編名を多用する、アーティスト性というか、はいはいはい、あの辺のこう、まあ、ひねくれた感じも含めて、編名どんなのがありましたっけ、あれですね、ウェンディーミランとか、ウェンディーミラン、ね、ありますよね、ウェンディーミラン、はい、バイオチップシー、バイオチップシーとかね、はい、バイオチップシーもいろいろあるみたいです、いろいろあるみたいです、いろいろあるみたいですけど、まあ、昔の話ですよね、いろいろあるんですけど、バイオチップシーはそうですか、スピードフリークの編名ということで、いろいろ今いろいろあるっていうね、それ以上は言わない、まあそうですね、はい、まあそんな感じでやったんですけども、まあよくスピフリさん自身はまあ、大阪来たりですね、東京来たり何日は何度もしてたんですけれども、僕は
好きだったにもかかわらず、うん、タイミングが合わずにですね一度もそのライブを見ることができなかった、うん、でまあ、2002年のタイミングになって、うん、やっぱこれは見とかないといけないんじゃないかと思いですね、うんうんまあ、スピードフリーク、を呼ぶために、まあ、まずオタクスピードバイブっていうのを企画した。最初はなるほどね、そうなんですね。で、まあ、スピフリさんといえば、うんまあ、ラムちゃん の, あのリミックスでおなじみなんですけれども、うんまあ、これは、まあ、ラムちゃん対決でしょうと、うん、いうことで第1回はスピフリさんとサイケアツさん、サイケアツさんも、ラムのラブソングの、ね、ドラムベースバージョンがでブイブイ言わせた時期です。そうなんです、はい。まあ、それをですね、まあ、軸に据えて、うんまあ僕らが普段やってるその真っ暗な暗闇の中で爆音でハードコアをかけながらアニメを見たいというのをまあ一晩中実現するイベントとして、うんまあ、オタクスピードバイブというのをやらせていただいて、まあそんな感じですね、うんはい、いろいろ事件もあったと思いますけども、事件覚えてないですね。事件はそう、まあね、あのそれは別にイベントの最中に事件があったわけではないんで、ね、なんだそれ、まあ、イベント自体が事件みたいなことですからね。そうですね、まあ、自己的な、ね、イベントですよね、はい。なんか気になるな。なんすか。いやなんかあったなと思ったけど、結局思い出せなかった。なんもやもやするな。なんかカレーがうまかったですね。何の話や。あのミルクは食事もしっかりしてましたもんね。下のフロアでカレーが食えた。厨房がねあるんですよちゃんと。トークショーとかも当時やってましたっけ。やってました。で、まあ、2回目なんですけど、うん、あのトークショーを やってもらって、うん、その出てもらったのはあのボルクの VRC のハルクさん、ハリーさんですね。ハリーさん、あーハリーさん出てたんだ、うん、ハリーさんがだから当時始まり始めていたチップチューン の,、うん、あの解説と、まあうん、DJ 合わせてやってもらって、うん、チップチューンっていうのはこういうんだよっていうのを、ねやってもらって、ね、あとゲストメガテンホスさん。そうですね、2回目ホスさんで、はい、ゲーム色強め、うん、あと誰だっけ、ね、オタッキー佐々木も出てましたね。そうですね、うん、あ、それあれじゃないですか、日本国民クルーライブ、ね、クルーのライブの時になぜか乱入して乱入して、マウトスさんと付き合いができたっていう感じですね。最近はちょっとねゆっくりされてますけど、最近でもラジオに復活されたっていう。あ、そうなんですか、ああめでたいね。そうなんです、うん、世の中いろんなところで司会とか、そうそう、自由学校に遊びに行かないといけない、はい、うん、ですね、はい、まあそういったことで、うん、またいろんな楽しいイベントでした。はい、はい、そうですね、それが、うん、2013年に復活ということで、復活ということで、うん、はい、当時のオタスピとどう違いますかね。当時、そうですね、当時は結構サウンド的にはまあそこまで統一感ではなくて、うん、まあ、ハードサウンドで、うん、あれば、うんうん、そうですね、ブレイクビッツもそうですし、うん、はい、ガバもそうだし、うん、僕とかハードスタイルとかもやったりとかしてたんで、うん、まあ、あのオタスピスピードバイブっていうタイトルでありながら、うん、まあ、そこまでスピード感っていうのはまあ追求してはなかったんですけれども、うんうん、まあ、今回まあ復活するにあたってですね、うん、まあ、ゲストにドクター・ルーニーさんという方をお呼びしてるんですけれども、うん、まあ、この方がですね、うん、あのまあ、フランスとかですね、チェコとかで、うん、あのハードテックトライブと呼ばれるですね、うん、まあ、ハードコアテクノの中でも、うん、まあ、かなりあのスピード感のある、うん、最近のシャープでのスタイル、そうですね、もう、ハードテックも非常に影響を受けてまして、まあ、そういったですね、あの速くて速いかつキャッチーな、うん、キャッチーでポップな、うん、楽しくて速いんだよという音楽を作ってる人を今回集めてみたというふうな形になってますね、うんうん、すごいな、14歳で作曲始めてるのね。14歳、うん、そうなんですよ。どの国の方なんですか。ね、今住んでるのはチェコですね。チェコに住んでる、プラハに住んでる。プラハに住んでる、はい、プラハ、フランスにね住まれてたんですけど、へ、はい、でもこの人ねもともとねあれなんですよ、あのファーストトラッカー2とかで曲作ってた。モッドだったんだ。モッド、へー、はい。そして、外人ゲストはタヌキチさんですね。そうですね、これは、まあ、日本人なんですけど、日本人なんですね、はい、日本人ですよ、タヌキチ、はい、うん、日本人なんですけど、あのもうハードテックトライブをやるためにチェコに渡ったと、うんうん、へ、すごいですね、もうかなり気合い入ってる人なんで、ね、気合い入ってますね、へ、その他のメンツがですね、はい、トパゾーライト、はい、トパゾーですね、ドットコム、はい、ロリスタイルガバーズ、はい、シャープナルネット、はい、ショットベースイデオット、はい、ラリックマン、はい、サブロク、サブロクちゃん、 DJ C タイプ、グルメ、ヘルブラインド、そしてこれが問題ですね。これが問題ですね。ちょっとね、これはね、どうしましょうかね、どうしましょうかね、まあ言いましょうか、音圧グレンタイという、ああ出た、出た、J&MIDI で、はい、J&MIDI でやらせていただいてる、まずですね、はい、特にスピード感もないし、オタク要素もあんまりないしっていうね、はい、ただ2人が歌謡曲を歌うという、やべえ、
近く なぜ音圧グレンタヤここでこれですね、うん、やっぱりやっぱり歌謡サウンドっていうそのキャッチーさ、はい、ポップさっていうものと、うん、まあ、ハードコアサウンドっていうところを合わせ持つユニットっていうのはですね、どっかないのかなと思って、うん、やってるじゃんっていう 5年に1回だ5年に1回やってるじゃん、そういえば音圧グレンタイっていう、ね、もう、はい、ね、一応ハードコア歌謡ユニットとか言ってるけど、そんなに歌謡臭くないし、寝ていた人を叩き起こすように5年ですよ、はい、ファーストはね、そもそも歌謡曲っぽくしようっていうノリがちょっとあったんだけど、というかこれ、ライブでやったことあるんですか、音圧グレンタイ。実はですね、実はですね一回あるらしいんですよ、ね、あるんだ、これね、確か多分フライヤーに初って書いてあると思うんですけど、初って書いてあるんだけど、うん、自宅忘れてただけで、ね、僕ね、うん、完全に忘れてます。エクハドのサブフロア、うん、ラウンジで1回だけやったことあるんですよ、多分。もう幻のライブじゃん、忘年会かなんかですよね、多分。でも6年か7年ぐらい前ですね。ですよね。へえ。そうそうそう、それ以来だ。それ以来、それ以来、うん、ね、これもそれももうや、なんだったらやってなかったことにしてもいいぐらいの、うん、まあ初でいい、初ですよね、初です、何の反応もなかったし、やった本人が忘れてるぐらいだから、まあ、今回ねまた音圧グレンタイのライブということで、現時点で、うん、今日が8月の10あ8月の5日ですけども、現時点で何をするか全く決まっていない、打ち合わせもしていないという、はい、うん、そうですね、で呼ぶ時にちょっと打ち合わせしましょうかってしていないしていないしていないんだ、結局していないしていない、おそらく当日1週間ぐらい前ですかね、そうですね、にバタバタとどうしようどうしようって、この歌を覚えておいてとか、音圧グレンタイってアルバム2枚出てるじゃないですか。2枚出てますね、はい、で新曲とか作ったりするんですか、これは。新曲、いや冗談じゃないですちょっと冗談じゃない、ちょっとご遠慮願いたい、ご遠慮願いたい、ご遠慮願いたいって、5年に1回でいいじゃないですか、そうです、来年作んなくちゃいけないんですよ、あの苦行がまた繰り返されるかと思って、ね、あれね、何がやってね、まあ、リリースするのはやぶさかじゃないんですよ、なぜさ嫌 なことやってんの、5年に1回出すのはやぶさかじゃなくて、ね、まあ、好きでやってるんですけども、何が苦痛かというと、自分たちの歌を自分で聴かなくちゃいけないのが自分の声っていうね、なんかいやいややってるようにしか思えないんだけど、ね、切ないんですよ、2人でこうレコーディングブース入るじゃないですか、2人で交互に歌ってですね、お互い歌をこう歌だなと思いながら聴いてですね、でそれを家に帰って自分の歌声を音に乗っけるじゃないですか、自分のイメージ通りで全く音程が合ってないんですよ違う、なんでこんなところ下がってんだとかそれをですね、またツールを使ってですね、どんどん直していくわけですよ、オクターブも違うようなものも1オクターブ下のミのはずなのに1オクターブ上のレとかになってないですんで1音ずれてる子が平気であるんだよ、それを直していく作業が ね苦しい、辛い、俺よくライブしますね、したくないですそもそも大技はレコーディングユニットですJ-POP なんですよね、 J-POP J-POP 枠にありますよ、では入るんですよ、うん、はい、頭にハードコアつきますけど、ハードコア J-POP、じゃあ荒けもへの出演もあるかもしれない、お、うん、うん、ね、高いですよこっちの方高いの方がね、こっちの方が、ね、高いのは無理だな、ありがちな、ありがちな、うん、高いギャラをふっかけてやらないで済むよそっか、高けな無理だな50万ぐらいですけどこれなら断るだろうこれなら断るだろう怖いですね、でもね、今からビクビクしてますけども、まあ、恥ずかしめですよ、これだってアルバム2枚出して、はい、まだ手に入るんですか、アルバムは。もう両方、あ、片方、ファーストってまだ在庫あるんですか。ファーストはファーストものすごい量ある、ファーストはたくさん間違えて1000枚作っちゃったんですよ、ね、1000作った、これは今から10年前ですね、僕は当時大阪のラッキーテレビ、サイキハウスの元サイキハウスの DJ ラッキー、はいはい、VJ ラッキーの家に居候してる頃ですね、大阪住んでたんで、わざわざシャープデラ夫妻がですね、はい、朝っぱらからね、夜行バスでやってくるわけですよ、で、あの南港というね、あの大阪に港があるんですけど、工場がいっぱいあるところがあるんですけども、ブラックレインで出てきたんですね、そうそうそう、松田優作が鉄パイプ持ってバイク乗ったところですね、はいはい、あそこに、まあ、シャープデラ夫妻と僕が出かけて、ビールかけてブラブラしながらリミーさんに
写真撮ってもらうっていうのは、アーシャを撮ったんです。アーシャを撮って、それジャケの写真になってるんですけども、でその日、撮影何時間ぐらいだっけ、4時間5時間4時間5時間、ね、難航で散々ぶらついて、で終わりました、じゃあ僕たちこれから東京で帰りますその日のうちにねすごいな、それあれですよね、確か M3 の1週間前ぐらいですよね、確かね、で曲全然できてなくて、これから作りますっていう、本当それお互いに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 感謝を取るためだけど大阪に来てまあ、で出されたんですよ、なんとか、8曲入りで、最初は CDR でね、出して、ですね、でまあ CDR が別に売れ行きが良かったからプレスしたんじゃないんだよじゃないですけど、まあ予定通りに進めたら、まんまと売れ残ってしまった、さっぱり売れませんでって、で当時僕大阪 で、でレミさんにこう売り上げどうですかって聞くんですけど、全然だねって言われて、そのままパチパチ弾きられない、これは全然だねって、ダメだねって、ダメだね。そこから5年が経ちまして、まあ、僕はもう木更津にいまして、5年経ってさあ5年経ったからもうそろそろやんないとなってやんないとなって思うんだ、でじゃあ次のプレスはうちで歌しますとかそういう、お金の話をして、で、売れるものを作ろう、で今電波ソングが5年ぐらい前がマーケティングして、でジャケも思いっきり萌えジャケにして可愛らしい歌を2人で作ろうって言って、で2人でスタジオに入って作るんですけど一向に可愛らしくならない、どすぐろいっていうどうしても可愛らしくならないって気持ち悪いって何をいじってもおっさんの歌にしかならないっておっさんの歌にしかならない、テッパソングにならねえってであれも結構ギリギリでしたよね、いや言っちゃギリギリです、年末冬コミでリリースしたんですけども、年末のちょうどエクハド忘年会がありました、ね、だから、あれですよね、リリースの、エクハド忘年会の時に、確か僕もうダメですって言って、ごめんなさいをしに行ったんですよ、確か、エミリーさんに、そしたらそのプレス担当の、あのね、誰さんが、あと1日行けますよっていう話、あと1日行けんのかっていうことで、次の日の月曜日の朝にね、なんとかなった、言ってることがめちゃくちゃなんだもん、俺もその、イベントが始まる5時間ぐらい前に全部4曲下ろす、書き下ろして、うわ、なんとか間に合ったらギリギリだと思って、3曲ずつ、ね、3曲書き下ろして、なんとかギリギリだと思って、会場行ったら、ジア君いなくて、あれ、ジア君はって言ったら、曲作りに帰りましたって、うわリハだけ来て、曲作るために一回家に戻る。すげえ。で出演時間来てからね。むちゃくちゃなっちゃくちゃだよ。なんとかギリギリ間に合った。間に合ったっつね。すごいな。だからこれでも頑張って作った回があってですね。そうですね。あの中身はともかくですね。あの即売会ではシャープネルブースと、あとモブスカット東京ブースですね。あれモブスカット東京からリリースしたものなんです。はいはい。オーバースグレートのセカンド爆盛電波注意報っていうのが。で100枚ぐらい。持ってたの全部売れたんで、売れましたね、あすごいですね、であこれはすごいやって言って、やっぱ萌えジャケってすごいね、萌えジャケってすごいねって、でも完売したんです、完売、素晴らしい、ね、ファーストは残ってんのに、ファーストは残ってんの、まだ残ってますね、セカンドは完売、やっぱジャケの力強いっすね、ジャケの力強いっすね、ジャケの力すごいねって、僕たちは別に関係ないっすね中身じゃないんで、バグムなんていろいろ凝りましたよね、可愛い女の子、まあ擬人化した僕とジア君なんですけど、ミニジアがこう2人でピースしてるっていう、可愛らしいジャケなんですけども、こうパカッと開いて CD をどかすと同じポーズで 俺ら2人が写真生写真で写ってる真ん中でハートとか作っちゃってね、おっさん2人並んでる、おっさん2人並んでる地獄のような地獄のような、CD を開けた瞬間から地獄が始まる、地獄が始まるですね、ミディの画像検索で、あのジア君と2人でハートマークを作ってる写真があったらそれですうちだけだはい、やばいな、はい、それからもう4年が経ちました、4年経ちましたよね、ということはっていうあついに新作が、やばいな、まあでもいいかもしれないです ね、 そうですね、あの来年作んなくちゃいけなくて、オタスピで再始動、再始動、ちょっと音圧グレン感を高めて、音圧グレン感を高めていってこうね、解散とかになったのかな来年解散ライブ、来年解散解散ライブなんだファイナルアルバム、難しいですね、5年に1回だから、まあそんな負担でもねえだろうと思ってたんだけど、やっぱだんだんこう重くなってきますね重くなってくる、2年経った近づいてるぞ、頭のどこかで、4年経った来年か来年だマジか、いやいやまたあの歌声聞かなくちゃいけないなって思うんだけど本当にね、そうですよ、ちょっと一曲かけましょうか、じゃあ、じゃあ音圧グレン隊聞きましょう、音圧グレン隊、じゃあ今週はちょっと僕の方でいいですか、じゃあ今週はですね、そのセカンドアルバムバコモエ電波注意報から、因果律隔絶症状カルマという曲をお届けいたします、どうぞ。
中東ジャインセショウ汚い犬になれ。架空の魔法少女の曲ですね。うんうん、すねただボーカルが俺なので台無しっていうね。まあ、ある意味今回サウンドボルテックスっていうゲームにですね、はい、つぶやき魔法少女リムルという、ほぼ似たようなタイトル、はい、を書かせていただいたんですけど。パクったな。オマージュということで。はい、まあもうほぼ、ね、リムルの方はちゃんと女性が歌ってますから。そうですね、ちゃんと女性が、うん、はい、さすがにね、さすがにね、自分の歌でね。ちょっとね、ジャゴイが、ジャゴイがゲームセンターに響くとね。サウンドボルテックスってあれですよね、はい、あのビートマニアの、ね、そうですね、シリーズの、はい、新しいエフェクトあれで、あの DJ シャープネル名義なんですか。そうです、 DJ シャープネル名義 で、はい、うん、いつから遊べるんですか。それ、ですね、8月2日からもう遊べるようになってました。あ、じゃあもうこれ聞いてくるはもう全然遊べるんですね。そうですね、遊んでいただいてる。かなり譜面が難しいということで。マジですか。はい、ゲームセンターに行ったらあると、あると。まだ使ってないんですけど、どんな感じの曲になってるんですか。いや、もうバリバリの電波ソングで、普通にこう魔法少女の感じで、まあ普通に魔法少女であればよかったんですけれども、うん、やっぱりその僕もですね、うん、長年こうネット界隈をさまよっているとですね、うん、まあ、いろんなものがこう溜まってきてですね、溜まってきて、ええ、こうネットの檻ですね、まあ、檻が溜まってくる、檻が溜まってくる、まあ、それをですね、こう網ですくってですね、うん、まあ、ちょっと言えないことは言えないなりに、うん、このお前もなんとかですね、いらないなと、お前もなんはいらないな。ええ、うん、まあ、そういうフィルターをかけて、うん、はい、まあ、表向き可愛いんですけど、うん、まあ、よく聞くとちょっとえげつない、うん、恨み節である、恨み節、そうですね、なるほど、はい、まあ、そもそもリムルっていうのはあれですね、ツイッターを、ツイッターもね、リムルのリムルから来てる、はい、そうなん、だからつぶやきも少女、そうですね、リムル、リムル、リムル、へー、はい、
まあ、気に食わない人間はリムチマイ、リムブロですっていう。リムブロですね、はい、なるほどね。そういうパンクソングですね、はい、パンクソング、そういう曲です、怒りの曲だ。コナミさんがそのリリースしてくれたっていうのは僕すごいありがたい話だな、うん、コナミはどうしちゃったんでしょうね何があったんでしょうね、うん、まあ、ぜひぜひで遊んでいただきたいなと。ゲームセンターで、はい、ちゃんと女の子の曲なんで、はい、はい、ちなみに歌ってる方はどなたなんですか。歌ってる方はですね、未来さんという方で、未来さんという方、はい、あのまあいろんなところで活動されている方なんですけれども、催眠、はい、そうですね、まあ、はい、そういうこともまあやられてたりするのかななんていう感じで、うんうん、はい、じゃちょっとなんか気持ちよくなっちゃうかも、ね、あ、なっちゃうかもしれない、これは気持ちよくなる、まあ、ゲームもしながら気持ちよくなって、これもどうしましょうかね、どうしましょうかね、どうしましょうかね、みだらなゲームセンターがね、あら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 、ゲームセンターみだらです、まあまあっていうことでね、と、はいうことで、はい、まあ、そんなオタクスピードバイブですけどもね、はいはい、そんなオタクスピードバイブですか、さっき違う違うっていうオタクスピード話を戻して編集間違えたっていうね、はい、はい、なるほど、はい、でこのイベントが9月の9月の15日ですね、15日、はい、連休の中日になってますんで、はいはい、帰省のついでにですね、一回東京に帰ってきて、うん、ぜひ、来ていただければなと、はい、帰省の帰ってきて、え、そうですね、帰省のついでに東京に帰ってきた際に、はい、14時からやっております、14時から、はい、アマテラグジー、アマテラグジーで、はい、14時から何時までですか。9時までですね、そうですね、はい、じゃあ9時に規制元に帰って、そうですね、はい、帰って一回ね、アマテラグジーってメインとサブって上とラグジーあるじゃないですか、はい、そうですね、両方であるんです、サブですね、そうですね、メインフロア、基本的にサウンドの方はメインフロアで、一番下の階です、ラウンジの方はですね、うん、まあ、いつも普段はあの DJ の方が入っていらっしゃるんですけれども、はいはい、今回はですね、オタクスピードバイブのコンセプトにのっとり、うん、トークショーメインで、うん、やらせていただこうかなと思ってます、うん、で今回まあちょっと書かせていただいているのがですね、まあ、テクノウチさんと、うん、私で、まあ、ナードコアから J コアムーブメント、そして、うんうん、そしてなんて書いてます、未来、未来、そして未来、うん、はい、その15年とこれからっていう、これ聞きたいな、ことでですね、はい、まあ、テクノウチさんといえばあの超ライトオタク論争からですね、うん、あの J コアムーブメントのですね、まあ、押し上げていった、うん、まあ、論客であるわけですけれども、もう一冊ぐらいですかね、はい、そのテクノウチさんとですね、あの、まあ、こういった、まあ、ネタものサンプリングハードコア界隈の、うんうんうん、変遷と、うん、そして、まあ、これからどうなっていくんだろうかと、はいはいはい、いうところについてですね、うん、まあ、総括と、まあ、今後について、うん、議論していきたいなと、あ、はい、そうですね、これ、はい、見たいな、そうですね、であとですね、うん、オールコアから、うん、DJ これ SBZ イアンじゃないですか、これイアンイアンがよくイアンがホテルイベントに行くというひげ面の外人です、外人これイアンじゃないですか、イアンがイアンがイアントークなんですか、これトーク&ですね、うん、DJ をちょっと&何か DJ だと、はい、イアンショー DJ をやりながら、トークやってもらって片言のやつがトークするDJ ポッチャルハムって片言の日本語でね、ただイアン、日本語の辞書を引きながら、やばいな、これくらいともね、なかなかゆかりが深くてですね、一回ゲストに呼んだらですね、あの1本目を撮ってる間に帰りやがって、いやね、そうなんですよ、あのこれあの2回撮るじゃないですか、前編後編、前編後編と、前編後編撮った時イアンいたんですけど、途中でイアンがねいなくなったんですよ、いねえなと思って、あれもうイアンの時間始まったけどイアンどこ行ったのって言って電話したら、ちょ、友達がなんか倒れた、なんか倒れた、友達が倒れた、ごめんバブルビー、ごめんって言って、バブルビーさんごめんなさいっていうメールが来て、そうそうそう、いきなり書いちゃって、あ、うん、あの時って結局どうしたんだっけ、いや、エイジさんだエイジさんだっけ、エイジさん出てもらったんだっけ、だったかもしれないですね、イアンがいなくなったか、イアンがいなくなったか、そう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 、待たされすぎて帰っちゃったのかな、そう、なんでしょうね、あれだいぶフリーダムですね、フリーダムが倒れたっていう話だけど、本当かなって分からない。なんかまあまあ。なんでしょうね。頂上現象、頂上現象見たかもしれない。俺の後ろから手が出たって。ナードコア幽霊を見たかもしれない。ナードコア幽霊。ナードコア幽霊。ナードコア幽霊ってなんだよ。ナードコアのやりすぎでラップ音が聞こえるんだよな。サンプリングの。ぶっ潰したのとか聞こえるんだよ、そういうなんか。暴走族の音が聞こえて、うん。でもイアンはでも世界的なナードコアコレクターと言ってもいいですよ。いや本当すごいですよね。ねえ、アメリカ彼のライブラリーは。そう、アメリカに住んでいながらにして、なんでこんなもん持ってんのって。全日本レコードとかね、もうなんかコンプリントしてるぐらいですからね。おかしいです。英語がうまい。英語うまい。そう、イアンね、すごいですよね、うん。ちゃんと英語喋れるんですよ。ネイティブなの。ネイティブ、ネイティブレベル。英語喋ったってびっくりするもん、イアン英語喋ったら。そうそうそう。R の発音がうまい。英語うめえ、早いって言われる。びっくりする。
まあ、そんなイアンのトークゲストが出ます、はいはい、アメリカから見たそのナードコアっていうのはどうなのかと、はい、うん、イアンにインタビューしたいなと思う。ぼんやりトークです。要はまだぼんやりしか企画が決まってないよね。そうですね、まだ企画が決まってないってことです、うん、あのついさっき、はい、僕もトークイベントに出ることが判明したので。あ、出るんだ。やばい、それぐらいぼんやりしてます。ぼんやりしてます、ね、はい、やばいなこれ、トークは聞きたいな。そうですね、あとはですね、あの YouTube のビデオを、はい、あの好き放題流すっていう風な企画を今ちょっと考えてるんで。好き放題流す、基本的にまあフリーダムにやろうか。あれ、高島正信とミヨンのあれ音声流したやつ。あれそれを聞いてゲラゲラ笑う。大音量でな、はい、流すな、やばいですね、いろいろ遊べると、はい、これは楽しいですね、はい、うん、ぜひサウンドだけではなくてですね、はい、まあ、いろんなあのトークも楽しんでいただければなと思っておりますので、はい、ぜひぜひおたすぴの方よろしくお願いいたします。はい、はいはい、というわけで、はい、1週目はオタクスピードワイブの、はい、まあ、告知ですね、うん、そうですね、今回スペシャルというオタクスピードワイブスペシャルをお届けいたしました。はい、じゃあ告知タイム行きましょう。はい、行きましょう。はいはい、まずじゃあさん、はい、8月12日にもうリリースされていると思うんですけれども、はいはい、今回の、まあ、オタクスピードバイブとも、関連するんですが、はい、シャープネルの30枚目の、30枚、はい、30枚、はい、ライブウェポンシリーズの最新作、うん、タイトルがですね、今回オタクスピードバイブということで、そのまま、はい、そのままで、うん、はい、10年前にしてようやくアルバムタイトルになりました。はい、で、今回ですね、オタクスピードバイブに出演していただく、うん、ドクタールーニーさんと田口さんと、はいはい、ラリクマさんのやってるユニットですね、うん、ロクテックっていうユニットあるんですけど、うん、ロクテックと、同じレーベルのロリポさんから、うん、曲いただきまして、うん、入ってますんで、シャープネルさんと、はい、&VA、 そうですね、 DJ シャープネル VA で、はい、出ますので、はい、こちらもぜひよろしくお願いします。音圧グレンタイを入って入ってないですね。ないのか。ないよ、はい、そのまんまやん。こちらが、ね、8月12日、はい、コミケ、ブース番号分かりますかね。ブース番号ですね、市の 30A か B、はい、どっちかですね、市の 30A か B に、うん、シャープネルサウンドのブースがございますので、はい、そちらに、遊びすぎてるね、これもとっくにね。ですよね。コミケ終わってるわ。終わってるよ。終わってるから。来てくれた方、うん、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、現在はあれですね、渋谷のグルービーで、はい、グルービーで、はい、そうですね、はい、ぜひとも興味ある方はゲットしてくださいね。ぜひぜひよろしくお願いします。もちろんお出すみの会場でもゲットできます。もちろんです、ね、はい、はい、それだけで、はい、大丈夫です。そうですね、はい、続いてじゃあバブルビー、はい、ちょうど8月の、21日、はい、横丁ライジング in 六本木が、はい、六本木モフ東京で行われます。こちらは、横丁ライジング、横丁で、あの、横丁ライジング、気仙沼のね、気仙沼横丁で行われているイベントの第3回目のプレイベントとなってまして、はい、今回は、なんとゴリラアディクトが復活ライブということで、陰謀燃やされるのかという、ね、陰謀燃やされるのか、うん、そしてゲストにまたスラプルためが出てきて、はい、そして私は DJ になりますね、うん、バブリー DJ で出演します。スラプルためはだけ、うん、だけになりますね。暴力はいないんですね。暴力さんは仕事だそうです。お仕事ですか、はい、仕事してるんですね。仕事してるんです。暴力さん仕事という、元 MC 暴力の方は仕事されてるそうで、暴力さんは仕事という情報が入ってきました。残念ですね、はい、残念、はいはい、それが21日ですので、こちら夜イベなので、夜6時か7時ぐらいスタート、はいはい、なんで、まあ、終電でも全然間に合うイベントでございますので、うん、ぜひ遊びに来てください。あ、はい、あのまた今回ね、気仙沼特製のクリームサンド、あ、プレゼント、ね、美味しいやつ、美味しいやつ、うん、先着100名様にクリームさんのプレゼントをやりますので、コッペパンに美味しいクリームが挟まってる、そうです、めちゃめちゃうまいパン、うん、あれをぜひね、あの食べてください。あれすごいね、現地にいて知ったけど、うん、何種類もあんのね。そう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 、8種類ぐらいあったよね。ね、4、5種類ぐらいかな、なんかあるんですよ。いや、4、5種類じゃなかった、もっとあったっけ、なんかね、いろんな味があって、ごまだ、くるみだ、くるみありますよ、うん、あれ全部うまいんで、うん、まあ、カロリーも高いですけどね、うん、あれはちょっと日本一うまいクリームパンだと思うので、うん、ぜひ、まあ、カロリー高いんでね、完食にお願いします、うん、お願いします、はい、そして22日、こちらが、私の著書であります、全国飲食チェーン本店巡礼の発売記念トーク&サイン会、はい、っていうのを阿佐ヶ谷ロフト A で行います。はい、こちらバブルビーのトーク、この本店の本の紹介で、そして、惜しくも、収録できなかった本の紹介や、はい、うん、過去、テレビ出演っていうのが何回かありまして、収録できなかった本の紹介じゃない、あ、本の紹介、本店のね、店の紹介ね、はい、あと過去に、まあ、出演しましたテレビ、百式王だったりとかですね、あの先日出ました、はい、東京 MX テレビの、これは出てないですよ、紹介だけされた田村さんの番組ですね、5時に夢中サタデー
とかですね、あれを見たりとか、はい、そしてゲストが、はい、吉野家、築地1号店店長の、はい、中村義之さんと、はい、味わい回転寿司前店長の西尾明さんが、はい、来てくれます。飲食店業界の、はい、裏を切るということで、ね、パンクなお二人でございますので、うん、ここでしか聞けない話満載。俺今冷静に考えたんだけどさ、まあ吉野家の人は分かるんだけど、うんうん、西尾さんは別にチェーン店じゃないよな。いやだから、だから逆パターンですよ。チェーン店から1号店を作った男っていうのはどういうことなのかっていう、面白いですね。だから正反対なんですよ、うん、吉野家っていう超なんかコンサバティブで、うん、あの114年の歴史のある、うん、あの 1000店舗を超えたチェーン店の1号店を、うん、で1個のメニューしかない、うん、モノメニュー構成を守り抜く人と、うんうん、あの回転寿司なのにフレンチをバーッとやっちゃう、うん、チェーン店のメニュー飽きてどんどん新しいものを追加していってしまい、あるげくのあたりチェーン店が離れてしまった、離れてしまったファンキッシュな天才。この2人の目指すところは果たして一緒なのか違うのか。ああ、なるほど、うん、でまああとそのエクストリームの話がいっぱいありますので、もうこれはもうノンユーストリーム、ノンツイートでお願いしました。秘密集会です。はい、サイン会もありますので見てください。はい、はい、そして、24日、佐野伝二さんの番組伝二マシマシ CBC ラジオ、こちらの方にバブルフューチャーの炎上 G が出ます、うん、はい、で31日が、山形の、駅前にある、DJ バーなのかな、はい、うん、こちらの方で、ナチナタウンという、ところでですね、はい、ワンデーというイベントでバブル B が DJ を行います。 J-POP DJ になります、はい、山形、初山形、あ、初でもない2回目だ、うん、山形となります、うん、はい、で、9月の、7、うんかな、はい、7で、ハッピータイムプラス A っていうイベント、うん、こちらは条件さんという水戸のですね、はい、DJ さんのイベントで、ハードコアのイベントになります、うん、で条件さん余計ハードコアの DJ です、余計ハードコアですね、で DJ 島村さんも出て、はい、で我々はバブルビーフィーチャーの炎上寺のライブ、そして炎上寺さんのソロ DJ というのがありますので、うん、まあ、水戸近辺の、ね、お住まいの方はぜひ遊びに来ます、よろしくお願いいたします、はい、でその、次の週の、土曜日、日曜日かな、はい、あ、土曜日だ、はい、はい、気仙沼にて、はい、第3回目の横丁ライジングがあります。こちら今まだ、ゲスト、ブッキング中というか、まだ企画中ですので詳細は分かりませんけどもやります、はい、ので皆さんぜひとも来てください。はい、はい、あと本ですね、本もよろしく、はい、はい、ということです。はい、続いてみです。9月21日、はい、ごめんなさい、22日ですね、22日エクストリームハードイン名古屋、名古屋、はい、名古屋の何でしたっけ、ジェビーズです、ジェビーズですね、毎回ジェビーズという箱根、ジェビーズでエクストリームハードのメンツが東京の、ま、はい、まんま、押しかけますので、はい、シャープネルドットネットでいきますね今回、ドットネットで、ドットネットはどういう形ですか、映像あり、そうですね、あの DJ シャープネルプラス映像で、うん、はい、専属映像で豪華なシャープネルで、うん、そうですね、うん、美味しい方ですね、美味しい方、美味しい方、美味しい方がいきます、はい、ミディももちろんいきます、ジェビーズいい箱ですよ、誰がいたっけね、島村だ、アキラですだ、チャッキーだ、チャッキーだ、M プロだ、電撃姫だ、そうですね、うん、まあ、いつも通りのメンツがそのまま名古屋に押しかけますので、うん、素晴らしい、近畿圏と東海圏の皆さん、うん、ぜひ、ぜひとも遊びに来てください。よろしくお願いします。昼夢でしたね、昼夢じゃなかったっけ、あ、昼でしたっけ、あれ昼ですかね、昼です、昼です、14時オープンぐらいだったかな、昼す、昼す、昼すね、昼す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 、昼夢なので未然でも遊び来れます、はい、高校生も OK、うん、ぜひとも遊びに来てくださいなと、はい、その翌週がですね、うん、違いましたね、順番間違えましたね、なんだよ9月15日オタスピライブがありましたね、はい、そうですね、まあ、私、まあ、はい、同じ告知内容なんですけども、はい、うん、オタスピの翌週が、はい、クワドです、よろしくお願いいたします。そして10月、そろそろ10月の告知もしておきましょう。10月14日、うん、渋谷の R ラウンジですね、エクハードジャック、エクストリームハード VS ハッピージャック、はい、行われます、うん、まあ、昼夜ですね、こちらも、うんうんうん、R ラウンジ綺麗になりましたので、はい、こちらも昼夜なので未成年も OK、ね、うん、お酒飲んで暴れた人は ID 持ってきてください、はい、よろしくお願いいたします。 R ラウンジ前の名前が何だっけ、ロックウエスト、ロックウエストか、そう、場所一緒ですよね、うん、場所一緒です、うん、床が光るようになったんですよね、うん、床がビカビカ光る、マトリックスみたいな感じで、マトリックス、ね、みたいな、緑色の、ね、数字がビラビラ、数字がバラバラって落ちてくるの、僕でもあのマトリックスで、うん、
銃撃戦の時にあれ倒れないようにするのどうやってんのかなと思って、あれはね、あれはね、それすごいっすね、あれ背筋、そんな話した背筋、背筋鍛えができるんだよ、あれは背筋、さすがキアヌ、すごいな背筋、やっぱすごいっすね、やっぱすごいっすね、あれね、スローモーションで見てるからゆっくり倒れてるように見えるけど、あれ一瞬ですからね、実はバタバタバタってあれをゆっくりこう再生すると、あ、なるほど、なるほどね、あれ銃弾も全部本物ですから、あ、なるほど、実写、本物実写だったんですか、うん、大変な映画、すっげー、銃弾と同じ速度のカメラを飛ばしてます、すごい映画だねカメラが飛んじゃってる、カメラ飛んじゃってるんだ、さすがハリウッドだな、さすがハリウッド、さすがハリウッドハリウッド、やっぱね、デジタルハリウッド、デジタルハリウッド、デジタルハリウッド、学生さんが頑張ってるんですね、お金2度目はつけました、制作費だけで多分100万以上かかってますからね、100万以上かかってますよ、キアヌ・リーブスもやっぱ20万以上、20万以上取られますよ、すごいですね、映画1本で100万かかってますから、すごいですよね、そんなに予算そんなかかってる、CG は全部手書きですから、そうそう手書きですよ、コスターカラーで色つけてますから、そうそう鉄拳さん書いてますからね、 CG は鉄拳さんの、鉄拳さん高そうだな、高いっすね、鉄拳さん10万円で書いてますからね、そんなに、あれはすごいハリウッド、すごいです、面白いです、面白いし、映像的にも素晴らしい、素晴らしい、素晴らしいですね、ぜひ見ていただきたいですね、マトリックスは全部夢なんですよ、夢です、そうだったかっていう告知は、残りはありますか、告知こんなもん、こんなもんですか、はい、はい、ということで、はい、クロススムチね、よろしくお願いします、まずはね、オタクスピードバイブリノーデッド、はい、みんな覚えときようと、9月15日ということで、はい、というわけで今週50何回目、87 花87回は華々しく、シャープデルさんとジェアさんを招きにしまして、オタクスピードバイブスペシャルをお届けいたしました、後半に続きますね、後半に続きますね、後半はくだらない話をしましょうか、くだらない話、くだらない話ですね、中心にね、はい、では今回はこんなところで、はい、また次回。